バンキシャ、今回は水平和志と鳥海良樹編です。はい、じゃあ今回のバンキシャは、三平選手、と鳥海選手です。皆さん大変これは楽しみにしていた回だと思いますので、ぜひ、皆さんご期待ください。ではお二人の選手よろしくお願いします。それではまず一つ目に行きます。ニックネーム VFK 最高さんからです。まず三平選手に質問です。はい。練習がお休みの時は、何をしていますか？練習が休みの日はやっぱゴルフか、自分のことだったらゴルフで、まあ、ゴルフがなかったら、まあ、家族とどっか行ったり、うん、そうですね、子供がまだ小さいんでちょっと公園行ったりっていうことが多いですかね。なるほど。ゴルフの腕前はどれぐらいなんですか、スコアで言うと？まあ一応このチームでナンバー2やらせてもらってます。オミに続いて、オミ3ペアってます。はい。スコアでも100切るかなぐらいですけどね。ちょっとあの三平さん、あのスコアの前に突っ込ましてもらっていいですか、1個。なんですか？いや、あなたぐらいしかオミって呼べないんです。お前も言ってるよな。間違っても言えないです。間違っても間違ってもいい。まあ、オミさんはね、相当うまいよね。オミさんはすごい、本当にうまい。オミさんどんぐらいでいつも回ると？オミさん、調子悪くても90は切る。マジで？調子良かったら70代かな。あ、ちょっと、普通、シンプルにレベル違う。レベル違う？もう、球の、ね、球筋とかがレベル違うもんね。逆に鳥海選手、どんくらいですか、スコアは？僕は120とかですね。120？ はい。最近、初めて、ちょっと、弟子入りさせてもらってます、三平さんに。三平さんに、はい、そこ大見さんに教わった方がいいんじゃないの？いや、なんかプレースタイルが結構三平さん寄りらしくて、まあアンパイゴルフって言ってるんですけど、まあドライバーとか本当6割7割ぐらいでしか振らないですけど、うん、もう本当三平さんの見習ってます。見習ってね。いや、全然タイガーウッズじゃないです。タイガーウッズじゃない。今は俺っぽいんだけど、ゆくゆくは大見さんみたいになってほしいなっていうのがありますね。そっち側にね、はい、成長していってほしいと。はい。バンフォーレゴルフ部って何人ぐらい部員いるんですか、今2021シーズンでいくと。ちょっと名前出してみてください。オミさん、三平さん、ガク君、アリ君、ヒロさん、俺、長谷川元基、ノリク、ニキ君、キユニ、じゃあ、あと一人のこと、ジュンマ。ああ、ジュンマ。おお、ジュンマ君もやるんだ。ジュンマ君上手？まあ、上手ではないかな。俺より全然先に始めたっすけど、まあ、射程圏内ですよ。射程圏内。ぶっちゃけ言ったら、オミさんが一番上手で、で、三平さんが二番手で、で、一番ちょっとまだレベル初心者かな、みたいなのは誰？今のところ、ニキ。あ、ニキくん。うん。ニキだけど、いや、でも全然そんな、すごい良くなったよ。伸びてる、どんどん。いきなし20ぐらい縮んだんじゃないかな。嘘。うん。すごいすごい。なかなかね、しかもね、あのラウンドってね、出るの難しいですもんね。三平選手応援のゲーフラを掲げていますが、はい、モチベーションアップにつながっていますか、っていうかピッチから見えていますか、との質問です。はい、はい。まあ、モチベーション、まあ、もちろん上がりますし、まずその挨拶するときとかにやっぱあったら、そのモチベーション上がるよりも本当にありがたいなっていう。だって本当今年来て、はい、僕のこと何も知らないわけじゃないですか、はい、それなのにそういうの作ってくれるって本当にありがたいなっていうのがまず一番最初にいきますね、うん、で、あの終わった時周回するんで、うん、その時ゲフラ掲げてる人はもう僕みんなタオル持ってる人とかに、はいはい、自分で探してそこにしっかり手振るようにしてますし、ゲフラはもうしっかり見えてるんで気づいてます。やっぱりこれは三平ラブ1号さん嬉しいんじゃないですかね。いや、本当ありがたいですね。じゃあ続いての質問です。ニックネームももかさんからです。じゃあこれは鳥海選手からいきます。はい。今シーズンの試合で一番印象に残っている試合を教えてください。印象に残ってるベルディ戦ですかね、やっぱ初ゴールの。
あ、ホームの、はい、個人的には、あ、やっぱ後半頭から三平さんと投入されて、はいはい、やっぱこう前半流れがあんま良くない中で、うん、流れを変えなくちゃいけないみたいな交代だったんで、はい、まあ、それでこう開始早々三平さんゴール決めてくれて、でその後自分がこう初ゴールできたんで、まあ、このなんか自分の理想を出せた試合運びになってきたんで、一番印象残ってるかもしれないですね。あとはまあ母の日だったっていうのもあって、見に来てたしな、はい、お父さんお母さん、あ、お父さんご両親も、はい、完全に、はい、なんで本当印象に残った日でもありますし、試合でしたね。なるほど、はい、やっぱじゃあそこのベルディ戦が一つ鳥海選手は思い出に残ってるというか、はい、個人的にはそうですね。まあ、いろいろね、さっきも話出ましたけど、濃密な一日だった、濃厚な、はい、はい、いい日になったな、サブさんのおかげで、おかげで、はい、でもいいよね、覚えやすいからね、初ゴール、母の日だったって、ね、そうっす、確かに、すげえいいと思う、俺、全然覚えてない、全然覚えてない、何戦かも覚えてないですか、何戦かは覚えてる、何戦かは覚えてるけど、そう、全然、何の、何もない日だった。何月かも7月か8月か9月ぐらいかもわかんない。本当に何もないんだろ、本当に覚えやすいですね。これちょっとハードル高いな。10秒で自己 PR をしてくださいと思います。自己 PR 10秒、10秒ですよ、10秒で自己 PR、ちょうどいいぐらいの秒数かもしれないな、もしかしたら、はい、ザ・三平さんがなんかの言葉じゃなくてもいいのかもしれないですね。言葉のがいいよ、言葉のがいいですか、言葉じゃなかったら。自己 PR でしょ、自己 PR、 マンホール甲府、マンホール甲府の、マンホール甲府とか言ったことあるかな、もう入れたいですね、でも入れない、いやでも入れないとさ、ちょっとそっちの長くなっちゃうから、そうっすね、よし、なんか3秒ぐらい余りそうな気がする。やってみて、じゃあ。ヴァンフォーレ甲府の水平和志です。三平って呼んでください。面白さだけなら誰にも負けません。頑張るぞいや、いける。噛んでない。マジで噛んでない。噛んでない。少しも噛んでない。なんか6秒ぐらいで終わったかもしれない。なんなん、頑張るぞって。面白さだけなら誰も負けませんで終わりようとしたんだけど、あれこれ早えなでの苦し紛れの頑張るぞ、アドリブだったんですね、そこあの勝手に出たことがじゃあこれはもう勢いに乗って三平さんに行きます。 お笑いの師匠は誰ですか。お笑いの師匠、はい、まあでも僕本当昔から好きだった熊田雅史さんは、まあ、師匠、はい、師匠って言ったらなんかちょっと違うかな。俺はそう思ってるっていうか、はい、尊敬してるけど、はい、別にあの熊田さんの笑いをそんなにやるわけでもないじゃん、はい、ああいう感じの笑いをやるわけではないから、はい、尊敬してるその あのメンタルの強さ、あれはやっぱすごいなって、すごい、うん、だってずっと今まで芸風が変わってないじゃん。確かにブレてね。でやっぱずっと残ってられるってすごいよ。すごいっすよね。それだって、ね、トリニータのファン館でコラボしましたもんね。そう、来てくれて。俺だから熊田さんのサングラス持ってるから、ね。マジっすか。こうやってやるやつ持ってるから。熊田さんからもらったんですか。もらった。それめっちゃすごいじゃないですか。嬉しい。宝物じゃん。宝物。あれってなんでコラボするきっかけになったんですか。いや、俺がなんかやべっち FC で、はい、あの好きな芸人熊田雅史って書いてたら、はい、そこがフォーカスされて、で来るようになってくる。ホームゲーム行きますみたいな。あ、そうなんだ。でもね、やっぱ芸人さんだけど、はいはいはい、やっぱ人としてあの人とかどんな人か分かんないでしょ。分かんない。でもめちゃくちゃいい人、めちゃくちゃ腰低いし、もう誰にでも敬語だし、はい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 、ネガティブなこと言わないし、すごい、めちゃくちゃ人がやっぱできてる、しっかり、変な人だけど、変な人なのは認めるけど、ほんとしっかりしてる。憧れのドリブラーはいますかという質問です。ドリブラー憧れ、試合前とかに結構見る人は、はい、アザール。
アザール、海外なんですけど、海外の選手なんですけど、ベルギー代表、はい、うわ好きですね。日本人はあんま見ない、見てないですか、見ないっていうか見ないようにしてるのもあるのかもしれない、はいはいはい、その人に似ちゃうのも嫌なんで、なんかアザール選手は逆に自分にこう近いものを感じるというか、そうです、なんかこうパッピンときたっていうか、はい、ものがあってずっと見続けてますね。ニックネームエミコさんからです。じゃあこれも鳥海選手からいきます、はい、初めての一人暮らし、はい、慣れてきたと思います、得意料理を教えてください。得意料理ですか。はい、作るの。あ、たまに、作る、まあ、はい、わかりました。じゃあ以上で全ての質問を終了となりましたので、今回の三平選手、鳥海選手の番記者を終了したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。番記者、今回は三平和志と鳥海良樹編です。